山口県防府市の古刹東大寺別院阿弥陀寺は華厳宗のお寺で、ご本尊は阿弥陀如来様です。治承4年平重衡平氏軍によって奈良の東大寺の大仏殿をはじめ大半が焼失してしまいました。その東大寺再建の責任者大勧進を仰せつかり、周防の国務の管理を任ぜられたのが61歳の春城坊長元上人です。要は元年、周防国が東大寺再建の造営領国となり、文治2年、周防の国府があった現在の防府に再化しました。その際に東大寺再建のため7つの拠点寺院が各地に設けられ、その一つ東大寺周防別所として文治3年に建立されたのが阿弥陀寺で、後白河法皇の安寧を祈って建立されました。この地に阿弥陀寺を建立することになったのは、長元上人がよく腰をかけられていた霊石の川向こうの陽光石に阿弥陀様がお立ちになったからだそうです。その後、東大寺再建のための木材切り出しと運送を指示する長元上人は、防府市内を流れる鯖川の源流部で木材を切り出し、鯖川に118箇所に木材がよく流れるように堰水を作って、木材を瀬戸内海まで流し運んだのです。木材の切り出しは鯖川源流部だけではありませんが、多くの土地の人々の力や知恵を借り、多額の資金の調達をはじめ、苦難の連続でしたが、14年の年月を費やし、建久6年3月12日に東大寺が再建されたのです。その後、阿弥陀寺は文明16年に焼失しましたが、大友氏の援助を受けて再興されています。かつては多くの塔頭を有していたといいます。現在の本堂は享保16年右田毛利家毛利広政によって再建され、仁王門は承久2年右田毛利家毛利成信の再興で、仁王像は鎌倉初期の作で国の重要文化財です。また阿弥陀寺には古来のサウナ石風呂があります。その石風呂も長元上人が作りました。東大寺用材の切り出しに従事する人々の病気や怪我が絶えなかったため、病気治療や疲労回復のために設けられたと伝えられ、鯖川流域各地にも石風呂が残っています。この阿弥陀寺は昭和50年からアジサイの植樹が始まり、西のアジサイ寺を目指し、今では80種4000株のアジサイが咲き、6月にはアジサイ祭りが開催されて、訪れる人々の目を楽しませてくれています。長元上人によって切り出された木材で再建された東大寺も、永禄10年の東大寺攻めで焼けてしまいましたが、南大門だけは焼けず、周防国から木材が切り出された証として今も奈良の地に立ち続けています。今は紫陽花寺として知られる阿弥陀寺は、東大寺と深い関わりを持つお寺なのです。どうぞ皆様、おいでませ阿弥陀寺へ。
今年は正元上人生誕900年にあたります。防府市観光ボランティアガイドの有志が阿弥陀寺を参詣し、正元上人の偉業や阿弥陀寺の魅力を再確認することにしました。アジサイでも有名な阿弥陀寺は、今から834年前の1187年に正元上人によって建立されましたが、その建立の背景から見ていきましょう。平重衡の暴挙によって焼け落ちた東大寺の再興が決まり、国家を挙げてのこの大事業の総責任者、大勧進式に正元上人が任命されます。1181年、正元上人60歳の時です。4年で大仏の開眼供養を終え、次は大仏殿の再興です。1186年に周防の国が東大寺再興の造営領国になり、大勧進式の正元上人は早速防府に下校します。このような貧困や無力感の中で東大寺再興の大事業を遂行するには、周防の国の在庁官人や一般住民などに念仏を広め、彼らの力を結集させることが必要であると考えた正元上人は、周防の国に赴任したその年に国画の鬼門にあたる地に念仏興府の道場の建立を始め、翌年に完成させました。これが東大寺別院阿弥陀寺です。東大寺のある奈良に海路で、また山陽道で行ける便利な場所です。国画や旧来勢力などの動向も眼下に見定めることができる位置です。実際の作業場の徳寺には山越えをして鯖川沿いに行けます。正元上人は絶妙の位置に立地するこの阿弥陀寺で、人々に念仏の大切さやありがたさを普及していきます。そしてまた同時に財政や推進体制、技術などの対極課題に取り組む一方で、現場である徳寺や鯖川では重労働に耐える妊婦を叱咤激励をし続けます。そして9年後の1195年に大仏殿の落慶法要を営むことができました。さらに8年後の1203年には南大門や南大門の金剛力士像も完成し、東大寺総供養を執り行いました。引き続き東堂の再建に取り掛かっていましたが、高齢である上に病気になり、1206年85歳で亡くなりました。東堂や回廊は正元上人の後を引き継いだ栄西やその弟子が1227年に完成させました。正元上人の偉大な功績を伝えるため、東大寺では大和尚の称号を贈り、今でも毎年7月5日に春浄祈の法要が行われています。正元上人は神仏を信じ力を合わせたことが東大寺再興の源泉であり、それを成功体験としてその後の周防統治に生かせるように多くのことをしました。そのうちの2つを紹介しましょう。1つは信心の大切さが今後も長く地域に浸透するように、地域の神社の建て替えや造営をしました。次は阿弥陀寺にある国宝鉄砲塔です。その名分は東大寺再興事業や阿弥陀寺創設の趣旨に続いて在庁官人の名を列挙し業績として称えていますが、今後も支えることを約束させていると取れます。奈良時代、日本に68の国が定められ、各々に国府や国分寺が置かれましたが、大部分は平安時代の終わりに衰退しました。しかし周防国府の中の国長寺は東大寺一寺院として、周防国分寺は天皇勅願所としての任務を幕末まで続けることができました。その理由は朝廷政治から武家政治への転換が大混乱なくできたことであり、改めて多々良などの旧来勢力を朝廷事業に参画させ、成功体験として継続させた正元上人の見識と実行力に改めて強く感動しながら阿弥陀寺の参詣を終えました。
その足取りは気迫に満ちていたという。戦乱の世に焼失した奈良東大寺、再建を任された男がたどり着いた周防の国。この地の息吹を水流に乗せた。時に茨に道を阻まれた棘は男を強くした。男は祈った。彼の地を思った。その思いはあでやかな紫色の花となり、今もこの地に息づいている。Thank you.
阿弥陀寺の歴史、東大寺との関わり。阿弥陀寺の成り立ちは東大寺の焼失から始まります。1180年、平重衡によるなんと焼き討ちの陛下で焼失した東大寺。焼失した東大寺の再建を任されたのは長元上人。木材を調達するために周防の国、現山口県を訪れます。長元上人は東大寺再建のための木材を調達したり、仏教を広める拠点として現阿弥陀寺にあたる場所に拠点を構えます。これが今の阿弥陀寺の始まりです。山で切られた木材は川や海を経由して目的地へと運搬しました。経路として鯖川を経由し、瀬戸内海を流れ奈良の東大寺へと運びます。そうした努力の末、焼失から20年以上経った1203年に再建事業が完了しました。阿弥陀寺の見どころ。阿弥陀寺には当時の歴史に関わるものがいくつかあります。 1. 長元上人坐像。阿弥陀寺を創建した長元上人をモデルにヒノキを彫って作られたものです。作者は不明ですが、東大寺の地蔵菩薩などを作った後継一派の第一流の彫刻家と予想されています。ちなみに東大寺にも同じ座像がありますが、阿弥陀寺にあるものが一番若い風貌を写していると言われています。 2. 東大寺土印。山で切った木材に東大寺再建のための用途であることを証明するために使われた焼き印です。鉄製の土の面に東大寺と3文字のくぼみがあり、これを熱した状態で押すことで東大寺用の木材であることを証明しました。 3. 石風呂。長元上人が東大寺再建に従事したものの疲れを癒すために設けたと言われています。現在も月に一度石風呂に入ることが可能です。入る際は香りに鎮痛効果のある薬草石膏を蒸して入ります。昔も今も変わらず入る人の疲れを取ってくれます。 4. 鉄砲塔。1197年、長元上人が東大寺の大仏を鋳造した草壁の宿根コレスケらと共に作ったものです。この下部の台の銘文には今までお話しした東大寺再建の過程をはじめ、阿弥陀寺の創建当時の範囲や建てられたお堂の名前、鉄砲塔の鋳造職人の氏名などが記されています。これらの歴史や見どころがある阿弥陀寺、皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。